川崎最愛病院外科の網木と申します。鼠径ヘルニアとは、足の付け根のあたりが弱くなり、お腹の中の臓器が体の表面へ押し出されてしまった状態です。自然治癒することはなく、痛みや違和感を伴う場合は積極的に手術を受けた方が良い病気です。患者様の約9割が男性で、50代以上の方に多いと言われています。当院で主に行っている鼠径ヘルニアに対する術式は、リヒテンシュタイン法と腹腔鏡下ヘルニア修復術です。この2つの術式は、2018年に発表された鼠径ヘルニアの国際ガイドラインで強く推奨されている世界標準の術式です。リヒテンシュタイン法は、鼠径部に5センチ程度の切開を置き、ヘルニアを修復いたします。大きなヘルニアの場合にも対応できますが、術後の痛みが若干強くなります。腹腔鏡下ヘルニア修復術は、傷が小さく痛みが少ないという利点がありますが、大きなヘルニアや腹部の手術を過去に受けた患者様には対応できない場合があります。どちらの術式を選択するかに関しては、患者様のヘルニアの状態に応じて決定させていただきます。当院ではリヒテンシュタイン法腹腔鏡下ヘルニア修復術を、全身麻酔による1泊2日の入院で行っております。日常動作は手術の当日から可能です。激しい運動は術後3週間後から可能です。術後の痛みは個人差がありますが、リヒテンシュタイン法、腹腔鏡下ヘルニア修復術ともに1から2週間程度でほぼ消失いたします。現在、明確な予防方法はありませんが、禁煙とお腹に圧がかかる動作を避けることは、発生率低下に有用とされています。当院の鼠径ヘルニアの手術は、平日だけでなく、土曜日、祝祭日にも受けることができます。学業やお仕事で平日にお休みが取れない患者様は、ぜひご活用ください。